こんにちは。著名家の縄田和夫です。よろしく。今日から始まるのは、縄田和夫のモノノフ書評。モノノフというのは侍という意味。素晴らしい作品だったらとことん惚れ込むけれども、つまらない作品だと一刀両断。これがモノノフ書評の精神です。歴史小説や時代小説を扱います。まだ初心者の人にも分かりやすく、マニアの方にはより面白くその魅力を伝えていければと思っています。これはね、なかなか難しい問題なんだ。歴史小説っていうのは、歴史上の人物や事件を史実に沿って描いたもの。それで時代小説っていうのは、時代のロマンを借りて作者の自由な夢を展開させたもの。ところがこれがね、双方を入り混じっているところがある。例えば本格的な歴史小説を書いているようでいて、実はフィクションが混じっていたり、そういうところで作者のテーマが現れたり、これは明確に分けることができないんで、僕は歴史中黒時代小説っていう言い方をしてるんだ。いや、これは無理やりさせられました。これも無理やり持たされました。夜な夜な辻斬りに出ているわけではありません。最近調子はね、時代小説があまりに多いんでね、ヘキヘキしてるよ。その中で私の眼鏡にかなった傑作が、田中良樹さんの新水庫公伝上下巻の大作です。そうなんですね、水滸伝という話は昔からいろいろ解釈の仕方があって、例えば文ちゃんにはちょっと難しいかもしれないけれども、戦中派の杉本園子さんが飛花水滸伝というのを書いたのね。悲しい花、飛花水滸伝、これはあらゆる英雄でも所詮は権力には勝てないという悲しい物語。というのはね、水滸伝にはいろんな英雄が登場する。108つの星に導かれた英雄たちが集まって、賄賂や己が欲しいままに政治を動かそうとしている連中に対して天誅を加える物語なんだ。まあテロリストと言ってしまうとちょっと過激しすぎるかもしれないけれども、ちょうどいい言葉があってね、大天共同、これは彼らが旗に書いたスローガンでね、天に代わりて道を行う、正しい道が行われるように自分たちは戦うというスローガンなんだ。まあ簡単に言えばそうだね。ところがね、水滸伝という物語が終わった時点で英雄として残っている人物は数えるほどしかないんだ。どんどん死んでいった。だから杉本園子さんなんかはどんな英雄でも権力には勝てないっていう物語にした。ところがね、それでは面白くない。それでね、やっぱりね、続きが書きたいと思う人がいるんだね。気になるでしょう。それで中国でね、陳信という人がね、後日談として水滸公伝というのを書いている。でもそれでもまだ収まらないというのがこの田中良樹さんだ。それでね、田中良樹さんは今までいろんな中国歴史小説も書けば、
銀河英雄伝説みたいな SF 小説もさ、非常に多彩な人なんだけれども、この新水湖公園という話ね、発端はね、源彰子という人物が行きがかり上ある役人といさかいを起こして、これを殺してしまったところから始まる。世の中はかつての仲間たちと大暴れしていた頃のように汚職がはびこって、各地で再び決起し始める。まあ面白いのはね、この戦いのスケールだね。もう仲間が増すごとにますます迫力が満ちてきてね、下巻に入るとね、怪しい妖術師が現れたりね、海戦を行ったりね、男たちがね、自分のユートピアを目指そうとしたりね、大乱闘というか大決戦が始まるわけ。そう、本当に規模がでかいの、これは。書評を書いていてもね、思わずね、手に力が入る。もう夢中になっちゃうの。本当は書評っていうのは冷静に書かなくちゃいけないんだけれどもね、これは冷静には書けない。それでね、果たしてそのユートピアが完成するかどうかは、ぜひ読んでもらいたいんだけれどもね、一つね、いいセリフがあるの。そのね、戦いの最中にね、男たちがね、のんきにこんなことを言うんだ。平和になったら酒を飲むくらいしかやることがなくなる。今相手と必死に戦ってきた男が、そんな軽口を叩きながらね、いかにも豪傑然としてこういうセリフを言うところがね、なんともたまらないね。好きだね。まあ、カズオはね、これは僕の祖父がつけた名前でね、それでうちの母はそれには反対らしくてね、カオルって名前にしたかったらしい。カオルやばいよ、そんな男か女かに分からないような名前は。セクシーだなんてまだ10歳ぐらいの子供が言うには早い。さっき銀河英雄伝説のことにちょっと触れましたよね。あれは SF なんだけれども、人類の歴史が全て詰まってる。それでこれは亡くなった日本の海洋歴史小説の第一人者だった白石一郎さんっていう作家が言ったんだけれども、歴史小説とSF 小説は同じなんだ。歴史小説っていうのは過去に向かっている歴史で、SF 小説っていうのは未来に向かっている歴史なんだ。そういうことを言ったんですよ。あれもね、歴史小説の一つの典型として捉えてもいいんじゃないかと思う。田中良樹さんの血湧き肉を踊る新水湖公園、ぜひご一読ください。必ず満足するはずです。水湖で読んでなくても面白い。腹をくくって楽しんでください。それでは皆さん、弱音は切るぞ。大河内伝次郎でした。下巻に入るとね、この老眼がしょうがない。